時に見入っていただきつつ、はい、時にそしていろんな選手の紐解いていただきながら、はい、楽しんでご覧いただきたいと思います。さあチャンピオンシップファイナルゲーム1ティップオフ、右から左に攻める広島のポゼッションでスタートしました。決め合いました。エヴァンス、ニック・メイヨン、メイヨンのスリーだ。おお、ちょっと決めてきまし ました、ね。うん、もう一度琉球のポゼッション、小野寺からダーラム、ダーラムにエヴァンス、ダーラムのスリーだ。よー、これも来た。31歳のベテラン、なかなか最高な気分とファイナル進出の気持ちを表現していました。今度はビッグローのフローター、琉球がそれを防いでますよね、常に今も渡辺ヒュー選手を出すことで、はい、スリービッグの身長のアドバンテージ取らせないようなディフェンスをしています。松脇のスリー、2本目、守っていたところがファールと言われて、しまったような感じですね。じわじわとこのジャック・クーリーのファールドローン、いわゆる相手にファールを取らせる、まあ、それが生きてきています。ビッグローのショートコーナー、ベースラインジャンパー、クニューのスリー、ショートリバウンド、こぼれたボール、ビッグロー、走っている小野寺、小野寺とフニュー、小野寺だ。中でアレン・ダルム選手待ってましたので、ちょっと入りづらかったですよね。はい、的には苦しいシュートになってしまいました。はい、ダーラムが行く、ニック・メイを押し込んで、ダーラム、エンドラン、ペイント内に入られてしまうと、はい、それだけでもう致命的なので、そこでのファウルというのは増えてしまいますよね、はい、今村のスリー、この大舞台の活躍が自らのパリへの道も切り開く。さあ今度はエヴァンス、エンドワン、まさにドゥエイン・エヴァンス。さらにもう一つ、これも決まらない、山崎ステップバックでフニューだ、フニューのスリー、さあ川田の2つ、ちょっとここで明日に向けて、今後に向けての解決策を探りたいところですよね。スクープショット、ワンステップ、岸本が入ってきました。ブラックシアジュニア、預けて川田、これまでの鬱憤を晴らすような川田のワンハンドダンク、ここもミスマッチ、ダーラムの高さは、ダーラム、今村ロングスリー、きた、このオープンは逃さない、流れは渡せない、寄せる中村も寄せる、山崎もう一度、ダーラムから岸本に逃れて、岸本のスリー、それでも決めきる琉球、岸本、まもなく残り1分半、さあまた岸本が凄まじい1点シーンのディフェンス、ブラックシアジュニアとダーラム、ブラックシアジュニア、3年連続のファイナル、そして史上2チーム目の連覇に向けて、ゲーム1琉球ゴールデンキングス。